たたたた。ふむふむ。ふむふむ。だいぶ身についてきたよ。身についてきたか。いや、そうじゃなくてさ、そうじゃなくてさ、娘と嫁が来たのはいいけど、ちょっと、散策だ散策、もう一回散策だ。散策だ、ちょっとみんなと話してないから。いや、もうひな勝手に進めるんだから、ぐいぐい行くんだから。これ、あ、途中からなってんのか。これもう一回ひなに言ったら、先生、付き合ってとか言わないよね。やめてよ、ひな。私がやるためには、もう一回お父さんとか行ったりしないよね。やめてよ。そういうこと怒らない。さすがにそれ怒ったらまずか。あ、ありがとうになってる。先生、テートまでついてきてくれて、本当にありがとう。私の即位の知らせが皆に届くのは、もう少し後のことになる。それまでは、黙っていてくれる。いろいろと準備も必要になるし。服装とかってこと？角とか服装とか、そこら辺のこと言ってんの？そっか。どうかな？俺が言いふらして布告してこようか。代わりに。その方がいいんじゃない？そのせいでヒューベルトは今節、ほとんど修道院にいないと。ちょっとまだ話してないのにいなくなったのかな？前いたのかな？ちょっと最後の一言で、ヒューベルトの霊圧でもなんかいなかった気がするな。パッと見ヒューベルトなんか、そういえばいなかった気がする。いたのかな？これ分岐？これ分岐だよね。ちょっと待って、まあいいか、ちょっといいか、いいか、いいか、うん、そうそう、いいね。やめとこう。初見で行こうっていうのが、まずは俺の中のモットーであるから。ちょっと、やめよう。調べるのは。くそー、そう、想定外のとこ来た。散策で出るんかい。そんな運命の分かれ道って散策で出るの？そんなふわっと関わらなくても、なんか、通過しちゃう可能性あるじゃん。あ、でもなんか始める前に重要なクエストがあるだろ、うんぬんかんぬん出てたな。初めて見るメッセージ出てたな。そういうことなのか。殻は広がらないはずだ。口が硬い、ベルは。大丈夫だ。だから、伝えよう。ベル！公女になったって、少女が。少女が公女で、公女が少女で。ひなが、プレスベルクで、成長で。ひなが会長で、いろいろなっちゃったんだよ。お腹すいた？すみません。なんか、今節は気分が乗らなくて。乗ってる日あった？ご飯を食べに、部屋を出るのも一苦労なんです。別に、先生の見た目が変わったのは関係ないですよ。大丈夫、染め戻してきたから。今染め戻してきてるから、扉開けてみ。あ、だから、扉を開けるのはなしでお願いします。俺が入るのは OK か？もう、ベル、ベル、聞いてよベル。ヒナの話しようよベル。ダメなの？これ支援イベント一気に解放されたりしてねえか？してないのか？エーギル、あれお父さん。それ髪の毛も伸ばしたくなるわ、今のうちに。なんか、伸ばしときたくなるな、エーギル。そうだな。反面教師なんだな。エーデルガルトもヒューベルトも、今節は異様に忙しそうにしているな。たびたびガルグマクを出て、帝国で何かをやっているのか。エーギル家の嫡子である私には、何の情報も入ってきてはいないのだ。何かあれば、父が言ってきそうなものなのだが。そっか。先にこの話聞いといたら、父への、なんていうの、尊敬の眼差しはもうちょっと違ったんだけどな。急にあれかーって感じになっ、中年おっさんだなーって感じになっちゃったな。そっか。ヒューもー、フェル様、将来あれよ。どう、みんなちょっと、考えた方がいいのかもしれないよ。いやー、なるとは限らないけどさ。ああなるとはね。限らないし、突然ああなるのだってあるからね、日本の会議は。なんとも言えんけど。自分の父親を鑑みると、さすがに、ああいうんではないからな、俺の父親は。どっちかっていうと、髪の毛すげえ強いんだよね。なんか俺もそうだけど。めちゃくちゃ硬いんだよね。染めてないのに、全く、白髪も生えないみたいな、そういうレベルの人だからな。髪の毛めっちゃ硬いから絶対ハゲねえって言われてる。なんか、俺も絶対ハゲねえって言われる。母親が逆にサラサラしてんだけどね。その、言ってでしょ。ひな工場になったんだって。先生、無事ですか？工場じゃねえか、皇帝になったんだって。ハンネマン先生に何かされてません？そっち？あ、そっちか。なら僕が何かしたい。あ、いや、やっぱり調べさせてほしいなって。変わってないぞ。変わってないぞ、お前。言い直したけど何も変わってないぞ。だって、紋章の力にしても、さすがに限度ってものがありますよ。レア様の言う女神の加護っていうのもなんだか個人的にはしっくりこないな。そういうね、原理的なものをちゃんと
解明していきたいって感じだもんね、リンハルトは。そういう感じだもんね。納得いかないよね、そのふわっとしたなんかこう抽象的な表現でまとめられちゃうのは。そういう感じだよね。わかるわかる、結構わかる。でとなるとここの選択肢超重要なんだな。ちょっと待ってよ、人の行く道いっぱいあるから、ここにあるけど超重要で、あんなあんなさらっと起こしていいイベントじゃねえよな、明らかに。あの配置の仕方怖すぎるだろう。怖。あら、来るの。おっと。おお、秘伝の頼みと。ありがとうアロイス。わあ嬉しい。アロイスゲット。え、ツリルとかもいけるじゃん。いけなかったなでも。レアね、てかレア様とかさ、セテスの方が違う違うな。レア様よりセテスとフレンの方が年上なんだよね。お姉さんなんだよね。正しくは。レア様が一番。あれだもんね、末っ子なんだよね、最後の最後に生まれた子なんだよね、ソティスが亡くなる前に。そういうことだもんね。だからこそお母さんに執着してるところも強いんだろうからな。そっかそっかそうだよね、そういうことなんだよね。ああ、ドロテアさん、先生が遠いな、近くに行きましょうか。はい、最近なんだか先生が遠いなって感じるんですけど。もう一歩くらい近づきましょうか。雲の上の人っていうか、人間離れしてるっていうか、どうしたらいいと思います？はい、それはね、ドロテアちゃんが遠いんだと思うよ。一回亡霊になったりしさドロテアちゃんも人とはちょっと異なる存在だもんな。毒ないから心配しないで。そう言われても、いやこれ心配しないでって言われて大丈夫です、ちょっと行ってみたかっただけですから。絶対困らせてくるのやめていただきたい。怖いです、怖いです。ちょっと、何ちょっとって、どっちが言った、どっちの歌姫が言って今ちょっとって、どっちが言ったのかしら、どっちが言ったのかな。あら、ここにいるの。わらら、女子会してる。その姿、先生が主のお力を授かったという話は本当だったのですわね。君現場にいたよね何、知らないふりしてんの。君現場にいたよね。ハプちゃんはともかく君は現場の最前線で見てましたよね。クロニエ倒したの、クロニエにちょっかい出したの君だよね。でも君は君じゃん、それとも違う人になったとか。先生は先生だ、実は新先生だこれいいな、新先生だ。面白くないしでも変わってないみたいでよかったよ。それ何、ハピちゃん遠回しに俺を常に面白くないってこと言ってんのひどいな、ハピちゃんひどいよ。とはいえあなたが特別な存在であることがこれで明確になりましたわね。メルタースであることですね。特別なせいでいろいろ巻き込まれないといいけど、もう手遅れっぽい。ちょっと無理かな、もう。もうなんか生まれた時から巻き込まれてるんで、ちょっともう無理かなっていう気はして諦めております。ユーリス見て、これ髪の毛見て。それは置いといてさ、ヒナがさ殿下になって、殿下殿下。しかし随分と雰囲気が変わったよな。いやもちろんこれはこれで悪くねえが、まあ、お前もな、お前もなんかね垢抜けたけどな、髪の毛伸ばしてちょっと校則破り始めたとこあったけどな、一時期。先生もこれぐらい破ったっていいじゃないか。だからで変わったのは風貌だけなのか、性格が変わったとかそういうのは。日の元に出るとちょっと沈んだ気分になってしまうんですよどこぞのどこぞのこんなんちゃらと同じで社交的になった。全然変わったよ、社交的になった。よし、冗談は言えるみたいだな。ならそこまで心配しなくてもいいか。まあ何にせよ俺はあんたとの付き合い方を変えようってつもりはねえよ。安心しな。なあ、ユーリス好きだな、なんかユーリス結構いいよね、なんか安心感あるよね、いろんな意味で。ホットポイント回復してる。くそー、そういうことか、そういうことか。まあいいや、ヒルダちゃんだけは消化していたからな。なんかこうもそうしたわ、ヒルダちゃんだけ消化するという作業を行っておいて。オッケー、じゃあ見よっか。ヒルダちゃんとバルニー、あと一ランク。おっと、アビスの BGM だ。ヒルダ下がってろ、ここは俺がやる。何で戦ってんの。バルニー助かったよ。
大丈夫？怪我しなかった？今のなんかモーション的には明らかにヒルダちゃんが倒して戻ってきた感じだったんだけど、バルニーあくびしてたよ。あんなもんどうってこと言ってて。そんなに無理して守ってくれなくても私なら大丈夫だよ。ほら私って無理しない主義だから、危なくなったらちゃんと逃げるし。まあお前がそういうやつだってのは分かってるが、それでも心配だよ。俺はホルストからお前のことを頼まれちまってるからな。え？そうなの？最近兄さんに会ったの？いや、ずっと昔の話だけどよ。俺に何かあったら妹を頼むみてえなさ、うん、まあそんな話してそうだよね。何かあったらって、兄さんまだ元気だけど。そうだが、もしお前が大怪我でもしてその時俺も一緒だったと知れた日にゃ、まあ殺されるわな。バルニーが殺されることになるわな。ああ、命が危ないわね。だろう、バンプ不当の格闘王とはいえあいつだけは相手にしたくね。だけどあんまり無茶してバルニーが帰らぬ人にでもなったら、それはそれで兄さん悲しむと思うな。そうかね。だとしてもあいつは俺が下手を踏むとは思っちゃいねえよ。まあ墓に酒かけてそうだな。バルタザール俺飲めよってそういう感じでいそうだけどな。俺があいつの強さを信じてるように、あいつも俺の強さを信じてるはずだ。マジでホルスト教出てきてほしいんだけど。出てきたっけ？おめへんがもうだいぶ昔。1年半以上前の話だからな。ちょっとさすがに思い出せんな。だからこそあいつの思いは裏切れねえ。そういうわけだから、俺が多少無理してるように見えてもお前は気にすんなよ。気にするなって言われてもな。好きでやってることだ。万一俺が死んだら、そん時は泣いてくれ。そんな悲しいこと言わないでよ。とりあえず生きといてね。なるほどね。まあ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 、そうだよねみたいな、そういう約束してそうだよねっていうような感じの。仮に約束してなくてもバルニーは多分ギルダちゃんのこと守るけどね。そういう感じだとは思うけどね。え、もしかして俺って間違えてさっき売った素材買ったんじゃなくて売ったくせー。勘違いして売ってる。ロイドさんめっちゃ売ってくれるなと思って。そういうことだから個数制限あったのか。くっそー、ちくしょう、ちくしょう。一個セーブ前に戻してルートは変えずにここまで来るか。それも手だぞ。あ、そう、違うゲームでこういう時やりなさなくて一個取れないアイテムが出て、それが後々畜生っていう最終回の時に、最終回後の世界でそういう話になった時もあったから、ちょっと多少の手間はちゃんとここら辺取っとかんと後々響く。まだ中盤だもん。響くからちょっとやり直します。やり直して選択肢は変えない。ヒナの選択肢は変えないんですけど、やり直します。はい、じゃあやり直していきます。はい、ということで、戻してきました。そんな中でペトラとツリルが起こったということで、子猫とペトラ見ていきましょう。ペトラ、ここで何してるの？ツリルさん、私カリ鍛錬するしました。カリの鍛錬？でもペトラはカリ得意だよね。なまっちゃうんじゃないかな、サボる。はい、しかしカリ行います、常です。出ないと感覚鈍ります。ふん、そうなんだ。あ、ねえ、質問してもいいかな？前に僕に聞いたことあったでしょ。だから今度は僕の番。ペトラが鍛錬をするわけとか、故郷をどう思ってるかとか聞かせてよ。ああ、聞きたいね、それは。鍛錬、故郷、それ私の過去知る必要です。うん、教えて。私ブリギット育ちました。しかし帝国との戦争、両親奪いました。ブリギット負けました。
その後私帝国来る決まります。戦争のせいでここに来たんだ。それは僕と同じなんだね。はい。しかし私故郷強く思います。パルミラに別に戻れなくてもいい、レア様のそばにいたいっていう子猫にスリルに対してペトラは故郷のことを、いつか戻りたいとは思ってる。私鍛錬成長を望む、それ全て故郷のためです。フォドラとの関係良くする、私オサとなりブリギッドを導く、そのため私ここいます。いつか帰って故郷の力になるためにたくさん鍛錬してるってこと？将来のために今頑張るなんて偉いね、ペトラ。やっぱり僕とは違う。そうかな。子猫ツリルも、ツリルどうかな。ツリル、微妙。私違う思いません。あなたと私同じです。同じ？なんで？あなた熱心働きます。変化しない、将来のためです。私故郷戻るため、あなた故郷戻らないため、努力です。ああ、なるほどね。僕が働くのは戻らないための努力。そう言われるとそうなのかも。じゃあ僕も毎日努力してるってことになるから、そこはペトラと同じなのかな。はい、あなたと私同じです。いや、なんかいいなペトラ。素晴らしい感じにまとまったな。なんかそっか、いい感じですね。いい感じにまとまりました。